へいよー、ケンツメシーです。はい、今日もね、クラクラやっていくんですけど、今日はね、ジャイサンスペ、前回リプレイ紹介でやったんですけど、今日はね、実際使いながらやっていこうかなと思います。で、今ね、トロフィーね、5512なんだけど、これ昨日ね、寝る前に折っちゃって、ここかな、ここら辺まで勝ってて、5659ぐらいまで行ってからも負け負け、引き分け負け、引き分け負け負けってことで、ちょっとね、トロっちゃってるんですけど、まあ5000ぐらいから切ってないし、まあ今ね、5800いければいいかなって感じなんで、まあこうね、上げていこうかなと思います。すごいですよね、日本人1位のアンディさんとか、グローバル級だし、この人も昨日7位ぐらいまで行ってたし、この5942がね。で、アンディさんね、日本人の方で、現地のおすすめいつも動画見てますみたいな感じでね、ゴーストスケフリー使ってて、すげえうまかったですね。まあそんな感じでね、やっていくんですけども、って感じで、マルチ行きましょうか。よいしょ。まあね、ジャイサンスピは、まあ、環境に合ってるので、まあ、マッチングに頼るっていうのが結構多いですかね。迫撃引いたりとか、って感じです。まあ、ジャイ同士の戦いは結構手札運って感じですね。あ、これは日本人。カズカズさんはね、スケルトンラッシュが上手いプレイヤーなんで、マルチでもスケルトンラッシュ使ってくれるのかどうかっていうのがちょっと気になるところですが、久しぶりに当たったな。ゴブゴヤか、なんか、スケートらしい、これちょっとラグいよ。さあ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 、ゴブゴヤいいよね、今の時代っていうか、やっぱスケートらしいっぽいですね。ってなるとこっち範囲攻撃っていうか、受けがないんでちょっとね怖い。やはりスケートらしいか、受けてあげてファイボで、まあタワーにはダメージいけずに、チケ処理していきます。これなぁ、こっちがなぁ、この、範囲攻撃、持ってないことバレたら結構厄介なんですよね。難しいところ、ゴブゴヤ来たら、これゴブゴヤは血ジャイで受けます。ヤギゴブ3匹ぐらいのダメージは許容して、このジャイで受けて、この相手のヤギゴブをね、処理しつつ、ユニットを貯めながら立ち回るって感じになります。ボーラーベビードラか、厄介だな。グラチャゲ確かめっちゃやってるプレイヤーなんで、ユニットレベル仕上がってるんですよね。こんな感じでメガゴ出してあげてって感じですね。これただ、アイテムメガゴ持ってそうなんで、マスケ出していきます。さあさあさあ。処理しつつの。はいはい。さあ。ガンガン削って、これ入らんか、これを5打っときましょうか。ただちょっと苦しい、端前スケラがマジできついことを気づかれてないのがあれなんですけど、マジでスケラがきついっすね、このデッキ。アイスピ出してきたよ、マスケ出してあげて、ある程度受けてからローリングフットで処理かな。でこのやりごば無視っすね。渋いけど。で、後ろからジャイ出して、ここで前重ねるとカウンター食らうだけなんで、よし、しっかり後ろから出してあげます。で、プリンスをつけてあげてって感じですね。こんな感じで、ここにポイズン打ってくれたら美味しいんだけど。打たないかな。ミクサが待ってる。あー、これ、下手なジャイ。これ、下手なジャイです。これは多分負けたな。これ、下手なジャイですね。カウンターもらっておしまいかな。とりあえず、バスケをポイズンが巻き込まれる位置に出していけるけども。これは、アイアム下手なジャイです。これは。ユニット、溜まってるとこに2体目ジャイ出すのナンセンスで、しっかりこっちのね、攻撃を溜めてからやらないといけないんで、これ渋いな、本当に渋いな。マジであれ、あれですね。じわじわ削られて終わっちゃうから。ここは、ザップって処理してあげて。ただ、まあそうだわな。もう刺さること分かったもんな。しっかりと止めてあげて。言うてね、引き分け狙えばいいんで。スケラは、きついっす。アーチャーとかいないんで。
割とダメージが入るかなって感じなのと、あと相手がゴブガヤ採用してるのがね、うまかったですね。ヒットゲーム。はいはいはい。まあ今みたいな感じでゴブガヤに対して血剤を出すこととか、まあ、なんだろうね、マスケをポイズンガイに出すとかっていうのは大事なとこかなと思います。で、ちょっと最近ふと思ったんですけど、去年の5月ぐらいに自分初めて顔出ししたんですけど、多分ね。うん。今だったらもう、ケンツメシは顔出し普通じゃないですか。みんなもまあ、ケンツメシとかまあまあ知ってる。アジア大会とかも見たし、日本一決定戦も見たし、みたいな生放送も出してるし、みたいになるけど、初めて俺が顔出しした時の衝撃ってどうだったんかなと思って、今だったらこう、イサポロンさんとかは顔出ししてないじゃないですか、がっつりは。それが顔出ししたらさ、おわ、衝撃受けるなと思って、なんかね、こう今となっちゃ当たり前になってるけど、俺も顔出してなかった時期があったんだなと思って、なんか面白いなと思って。これガンマチです。これガンマチからのメガゴ。まあ、マスケあったらマスケ出しときたかったんだけど、ガンマチからのワンチャンマスケ回して、あー、これは相手と鉢合わせましょう。これ相手のジャイっすね。ジャイである可能性が高い。これ5打っちゃダメよ。5打っちゃダメだが、うん、なるほど。渋いね。これ、こっちの手札にジャイがないのが苦しい。これプリンスで抑えられたので。うわ。あー、なるほど。見てくれた。これがね、苦しいんですよね、なかなか。ジャイが先に出された方がきついですね。あ、これ相手、ファイブ外してくれたのがラッキー。多分アイスピー処理してくれるんで、アイスピーつけてあげて、これウッドで処理しようかな。ジャイ来たらプリンス出す。うーん、難しいですね。これはなかなか相手のミニペをプリンスで処理して、その後にプリンスでジャイを処理してってことをしたいんですが、逆サイクル、これ来ないで、ね、OKOKってことは、これはもうプリンス後ろからつけて、メガゴを処理したいんで、メガゴミニペジャイにファイボザップを当てるっていうイメージがいいかな。まあミニペは飛ばないけど、それでも。それがいいのかなって感じがします。あげて。これ2体目ジャイですね。ファイブを使った。こう処理してカウンターしていくよ。はい。これなんかで受けないといけない。受けてくるよ、しっかりと。で、ここでプリンスでここを処理してあげて。ただ、処理してカウンターの形を組むって感じかな。で、5打たれると思うんで、ここで5ザップで、これ処理でおしまいかな。アイスピー止めて、もう一発。OK。ねじ込んだ後、スペルで終わりですね。ファイボと、ザップ打ったかな。ザップ飛ばねえな、これ。しっかりとかわしてあげて、オッケー、これですね。ナイスゲーム。相手が、ファイボをマスケに、ファイボザップボーンって打ったじゃないですか。先に打たれたんで、相手のミニピア処理して、プリンセスのままチャイを処理っていう、なんでしょうね。こっちが、試合動いたタイミングだけ見せますよ。今の試合が動いたタイミングは、ミニペアを処理したとこなんですけど、まずこの初手は渋くて、でもガン待ちっす。で、マスケ、ここも5打っちゃダメです。で、このアイスピーでマスケを潰してもよかったのかなって思いますね。前に出して。ただ、ここはしっかりとジャイ、しっかり出してあげて、処理。まあ、ここでトントンっすね。
トントンで、なんとか持ちこたえた感じです。で、チャイ出して、フリーにする証拠で出して、出してあげて、ここで2体目チャイね、これ良かったんですよね。これ良かったけど、このプリンスがうまく処理されると。ここだね。ここ。これで、相手チャイ出したんで、ここのプリンスで、マスキを処理。そして、ここで、インペも処理と。で、さらにこのプリンスが、割と無視できない HP 残ってるんですよね。で、チャイを出して、しかも相手雑魚をね、突進のために使ったと。そして、これで戦なの分かってるので、はい、ボザップで、すかさず処理。で、このミニペをアイスピとかで止めて、さらにウッドのノックバックで、一発もう一発、ねじ込んで。で、あとはスペルで削れるんで、効果で回す。ウッドが関数123なんで、まあ、そこと組み合わせて、なんていうかな。はい、というわけで、ラスト。なんかね、また喉やられたんですよね。多分ね、エアコンつけすぎ本当に良くない。俺、ご中さんのスウェット着て寝てみるんですけど、ツイッターに前載せた、キッピーがデザインされてるやつなんですけど、薄着なんで、こう、ゲームやるときとか寒いから、布団入らずにエアコンつけちゃうんですね、今もつけてて。それでね、喋るとやっぱ喉が痛くなっちゃうんですよね。そう、やっぱね、初顔出しとかのときね、なんかいろいろあったなと思って、懐かしくなってね。で、もう今思うことは、もうやっぱあれから太ったなと思いましたね。まあ、うめえもん食って、体動かす気が減ってって感じになったら、まあ妥当かなと思うんでね、しっかりとジムとか行きつつやっていきます。あー、これ相手手取らすね。まあでもトロリー関係なく参考になるプレイやっていきます。これガンマチ、これ初でガンマチで、メガゴとか来たらプリン、マスケをケツから、でゴースト来たらプリンスをケツから、ナイト来たらジャイをケツからかな。まあゴーストもケツからがいいでいいけど、これもケツからジャイです。ケツからジャイで、この槍ゴブ 2、3発ぐらいは許容していきます。許容してジャイ受けをしてあげる感じですね。なるほど。これペッカなんで、メガゴで処理しに行きましょうか。はい。アイスペース持ってあげて。一発入っちゃうんで、ザップ。で、これアイスつけます。まあ、なんでつけるかって特に意味はないんですけど。メガゴとしたら処理できるかなって感じで。これな、どうしようかな。ジャイ受けすぐと、ペッカでカウンター食らうんで、これマスケ受けかな。メガゴでもいいんですけど、メガゴは割とペッカに残してください。まあ、マスケも残しておきたいんだけどね。これジャイつけたらダメ。これジャイつけたら、ペッカカウンターをもらっておしまいなんで、これダメです。で、次、ゴブゴやかないで。ディガー警戒なんですけど、これ逆サイド。ゴブゴやか。これは5を打ちます。で、このメガゴで削りに行って、プリンス。さあ、ここですね。ここで相手が何を出してくるかによって変わるかな。なるほど。早めのマスケ。うわ、ここ。ジャイ。で、こんな感じで、ペッカを削りに行ってあげて、を切ります。こいつはまだ打てんはず。相手ジャイを消してあげて、こっからやりごぶのね、一発もいけたくない感じかな。そうなりますよね。なんでプリンスを後ろから出してあげて、できるだけ前にユニット貯めます。こんな感じで5打ってあげ
て、右側を警戒して、あーきつい、くっそ、今のファイブ打って処理しとけばこの左入ったな。くわー、30段抜かれた。ペッカ苦しいね。今のはペッカもエレキも全部苦しいかな。まあ勝ち筋としては、最後のディガーはもうちょっとダメージ設定しておくべきですね。ちょっとラストいきます。取れ高的に渋いんでもう一発いきます。ペッカはなー、五分後やな。待って、これ初手悪すぎ。これはクソ初手ですね。ジャイもいないしファイブもないんで、本当に渋い。これはで、こっちもファイブ使うんですね。これはマジで初手が悪い、しゃあないけど、まあなんとかファイブって。これただ相手ね、ジャイプリかゴレプリなんで、ゴレ来たら多分もうこれ おしまいですね。絶対ジャイの方が押し切られちゃうんで、サイトウグ、ジャイか、ジャイプリプリっすね。多分ヤノアメのやつかな。三重士はいないと思うんだよな。いたら結構厄介っすよ。多分いないと思うんで、メガゴで受けてプリンスできる。先に相手のクーブに奪ってあげて、うわ、このバカのことかもしれない。で、ポンプか。またきちいな、きちいな。ポンプ出されてそっから受けられちゃうんで、ちょっと苦しいよ。ただジャイメガゴで傷に行く。ポンプ多いから最低怒ってるよ。これはジャイメガゴ、でマスケも出してあげて、これだけの注意して、これでファイブを使ったんでかい。でここでジャイピー、ウッドで相手の突進を無視してあげて、処理してからのまだ5打たない、まだ5を打ちました。じゃあ受け、でここでクリンスで受けてあげて、また突進が入るんで、で、そしてこれザップで、これで大ダメージ入らん。なのでこっからカウンター決めておしまいかな。理想は。割とプリンスが見たい強いんで、こういう形でもいいかなと思います。こんな感じで突進、ナイスゲーム。 OK、 相手のポンポンタイミングとかね、しっかり見て戦えたので良かったかなと思います。じゃあそんな感じでね、ジャイサンスペぜひね使ってみてほしいかな。まあ難しいところはあると思うんですけど、大体のデッキ把握しとけばいい。まあさっきのペッカのやつはこれな、どうするんだろうな。お互い3スペなんで、ジャイは入らないからね。
ジャイカウントでペッカ誘って逆サイプリンスブッパかなみたいなワンチャン持ってき方、ちょっとそれもね、また研究していくので、ぜひね、使ってみてください。ちょっとね、長めになりましたが、今日はね、ジャイサンスペのデッキを動画にしてみました。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。おつめし。